パン。おーおー、いきなり、おお。走ってー。わわ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 。え、ちょっと、わ、え、あれどうすんの。捕まってウィリアム。お、ちょっと待って。おー、びっくりした。あれ、あなたがどうするつもりでもウィリアム、あなたについていく。よし、始まった。どうも皆様こんばんは。ママママヤのウルフェンシュタイン2、前回の続きからやっていきたいと思います。あら、こっちに進んでいくんかなと思ったらちゃうかったわ。危なかった。OK。あ、なるほどね。オーツメルツはこれに侵入したんやな。向こうかと思っとったわ。こっちやったわ。ってことで、やっていきたいと思います。この妊婦のお姉さん、アーニャを連れてね、戦うのはちょっとかなりきついと思うんやけど、大丈夫？いける？弾が落ちてますね。よし、じゃあ、今日はもうドンパチ会なんで、派手にやっていきましょうかね。行くぞ、アーニャ。ついてきや。おや。なんだなんだ、おいおい、なんだよこれ。おいおいおい。おいおい。武器武器武器。なんじゃそれ。どうなった、なんでや。おかしなとおかしなと。え、弾出えへんしね。おかしい、なんかおかしい。バグってるバグってる。わしを舐めたらあかんぞ。上から、ここに、ドローンがいとる。よし。アーニャ、どこ行った、アーニャ。オースメルツァーには、3つのオーディンコントロールセンターがあって、そのうちの2つが自動防衛システムを管理してる。ほう。左舷は不銀コントロールセンター、右舷は無銀コントロールセンターに割り振られてて、船はオーディンメインコントロールセンターが管理してる。なるほどね。了解。オッケー。どこにあるの？部屋の中央の床にターミナルが隠されてて、不銀コントロールセンターへの扉を開くことができるわ。見つけた。そこからだと船の他のエリアには行きにくいの。ターミナルで船の概略図を出して行き方を調べてみて、アーニャ。おお。なるほどね、はいはい。不銀コントロールセンターを見つけて、左舷の防衛システムを止めた。船の向こう側にどうやって回るか、ここで調べてみる。ウィリアム、そのドアを抜けて不銀コントロールセンターに行って。これか。私は船の他の部分にどうやって行くか、ここで調べてみる。大丈夫、一人で。気ぃつけや。とにかく気ぃつけてくれ、頼むぞ。お腹の中には赤ん坊がいてるからな。ちょっとずつやっていこうか。敵の数が多いぞ。ドローン、ドローンが飛んでるわ。よし、オッケー。なんかロボット来たか、また。怖いな。なんか来たよな、今見えたぞ、なんか見えたぞ。ショットガンで行こうか。ほら、ここはレーザークラフトワークで狙っていく。なんか強そうなやつ絶対いけるよこれ。見えたぞ。出ないか。なんか飛んだよな。わしの目はごまかせんぞ。うわあ。こいつや、隠れとったで。敵もステルスプレイするんか。隠れとったよな。やられたわ。びっくりしたわ、ほんま。ショットガンの弾欲しいな。それさえあれは最強やからね。お、何をしとる。おい、ぐちゃっといっちゃったわ。
で、どこ行けへんかな。とりあえずここになんか通れるとこあるわ。よし、来た。この上か。上上がろうか。二手に分かれてるんよ。こっちはさっきのとこ戻るだけやな。そしてこっちに行くと、なんかあるんか。お、セーブポイント来たぞ。これか。降りて大丈夫？警戒。足音が聞こえてる。下か。足音？お？上か、これやな。よし、来た。誰かいてますよ、ここ。これスナイプできへんのかな。ガラスを割って。うわ、ガラスが。嘘でしょ？なんでや。しゃあねえな。オッケー。ガラス割れる思ったけど割れんかったわ。ここも潰せるね。オッケー。お？ああ、こっから近道できるんやな。この、壁を潰すアビリティ持ってるから、こっちから近道していくか、もしくは、こっちのルートか。これか、これや、これ。この下やな。こっちから。これが多分正規ルート。いやね。でも、ここの壁を壊しちゃうと、もうバレちゃうんよな。絶対バレるよな。行っちゃおうか。突っ込みまーす。おー。ほい。ほい。走れ走れ走れ。オッケー。で、これですね。オーディンコードを入力する。よし。V A L H A L L A。やったわ、ウィリアム。サゲンの防衛システムがオフラインになった。早くこっちに戻ってきて。了解。もう一つの目的地に向かう道が分かったと思うの。オッケー、任しとけ。行くで。敵がまた出てきちゃったからね。ちょっと待っといてよ。すぐ行きますわ。オッケー。エレベーター。え、外に出たで。あー、なるほどね。これ持っていけってことかな。これ使えってこと。これね。よし。おい、やめとった方がええぞ。知らんぞ。うん、強いけどなかなか当たらんな。これ当てにくいな。下に行く道もある。これね。あ、おった。おい、うわー、マジか。当たってんのか。ようわからんな。うん、この武器は必須やな。これ、これあった方がええな。はいはいはい。死にたいやつはどんどん出てきなさい。君たちに勝ち目はないぞ。はい、司令官倒した。見てこれ、下降りたいな。なんかちょっと市街地とかで戦いたいね。よし、行くで。行きますせ。目的地はどこじゃ。35メーター、ここやな。なんかこういう
ポスターかっこいいよね、これ、ほら。ねえ、タバコ吸うて。あ、ウルフっていうタバコよ。それのポスター。かっこいい。これや。ここや、ここや。ほら。ウィリアム、手を貸してほしいの。はい。お願い、急いで。大丈夫か？無茶すんなよ。どこじゃ？どいて。これか。29メーター。ん？来た道戻るだけのはずやけど、ルートが変わっとる。ここ来たよな。あ、来た来た、ここ。来たよね、ここ。覚えとる覚えとる。こっちのはずやで。大丈夫？あれ？お？おわ、びっくりした。ウィリアム、ここよ。はい。ウィリアム、何何？向こう側の移動ポッドに乗って、船の上の方に行くようにプログラムを書き換えた。あ、了解です。そこからもう一つのオーディンコントロールセンターに行ける。はい。行くわよ。愛してる、ウィリアム。うわあ、あららら、うわあ、ちょっとまずいぞ、これどうすんの。まずい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 。おいし、倒した。どうじゃ、オッケー。止まっちゃったけど、上登れってか。ウィリアム、こっちよ。いや、今よ、無理や、どうしよう。オッケー、了解。ウィリアム、反対側にもう一つシャフトがあるわ。そこから無人コントロールセンターに行けるはず。オッケー。そこで右舷の防衛システムを止めて。了解。私はオーディンメインコントロールセンターに行ってるわね。よし。おいじゃ、どうってことないわ。はい、よっしゃ。ウィリアム、もうすぐオーディンメインコントロールセンターに到着する。右舷の防衛システムを無効化したらこっちに来て。了解。うわー、すんごい武器これ。なんじゃこれ。火炎放射器じゃないんやけど、なんやろこれ。なんていうの。おお、行くで。さあ、パーティーを始めようではないか。着いたな、ここやんな。オッケー。V.A.L. ふん、ふん、ふん、ふん。さあ、これで、あとは何をすればいい。なんか来たわ、また。うわ。なかなか手強いやつが来ましたけれども。レーザークラフトワークで焼いちゃおうか。それが一番ええかもな。どうじゃ。ウィリアム、はい、右舷の防衛システムを止めたら人員配備ホールに戻ってロボット配備アームを登って。了解。私はオーディンメインコントロールセンターの外にいる。やることだらけよ。任しとけ。できるだけ早く来て。オッケー、ポンコツロボット、バイバイ。屋上へ行く方法を探そう。屋上へ行く方法、この上か。これやな。ここになんかあるわ。ポットか、このポット乗るんか。そやな。でもポットがないわ。これや。
あ、こっから行くんか。結局スナイパーライフルは使われへんの？残念なことに。おお、なんじゃ？見た今の。なんかロボットが出てきとったよね。ロボットが生まれとったよね。わあ、すんげえなこれ。ここロボット。ボディメインコントロールセンター向かっているぞ。アーニャ、降りていいか。おお、どっから行くよ。下からも回れるし、上からも回れる。バレへんように行きたいとこやけどな。バレなかった試しがないからね。もうそこでバレちゃうからな。おった、警戒しとるな。うん、この辺に武器がいっぱいあるわ。回収だけしとくで。こっからちょっと上に登ってさ、様子見よう。司令官2人いとるからね。どこや、ここになんか1人いとるな。 OK、 倒した。司令官2人とも死んだわ。なんじゃそれ。おお、なになになに、うわー、なんじゃ、うわー、すごいことなってるぞこれ。うわー、ロボットや。え、ロボット、うわー、でっかいの来たなこれまた。とりあえず腕を潰そう。 OK、 腕潰れたね。あともう片腕だけ。よいしゃー、ネイセー。急いでね、待ってるわビリアム。 OK、 とりあえずこいつは片付けよう。一瞬でもブラスコビッチさんに勝てると思ったんか。もう誰にも止められへんぞ。あれみたいやな、アベンジャーズの、アベンジャーズのあの飛空艇、名前何やった、忘れてもった。レーザークラフトワーク、ここでんな、これですわ。おお、うわー、これか。 OK、 やりますよ。カモン、はい、なんかいっぱい出てくんな。ポットから敵が、これ全然使ってなかったな。お、わあ、かっこいい。終わりですか？
なんだろう、うわー、おーおーおお、なんか強そうなの来たぞ。なんじゃこれ、マジか。うそ、こいつよ、これはちょっときついな。どうすればいい。逃げろ逃げろ逃げろ。とりあえず雑魚を、雑魚いっぱいいてますせ。うわあ、怖あ、どうしよう。うわあ、逃げろ、やばいやばいやばい、まずいな、どうしよう。回復めっちゃ強くねえか、あれ。これまあ編集してるけど、もう何回もやられてるわ。やられすぎや。ん？よっしゃ、なんとかいくぞ。やるしかねえ。やるなら、うわあ、オッケー、倒した。うわあ、あと一匹。ここでアーマー取れる。ここでアーマーを拾いまくる。くっそー、よっしゃ、倒した。あー、やばい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 、逃げろ。ギリギリセーフ。おお、なんとかいけた。体力がないんよ。回復回復、おっしゃ、おお、助かった。倒したよな、全部倒したよな。お、こいつか。まずいまずいまずい。よし、オッケー。分かってるか、フラウェンゲル。お前こそ年老いて弱い。今日それを思い知るだろう。危なかった。いよいよ最終決戦。オッケー、なんとかいけたわ。めっちゃ時間かかった。心が折れそうになったわ。危なかった。あ、この上に登れたりしたんか。どうすんのやろこれ。ここの上登っていけって、マジかよ。来た、どうする。これや、 19m、 もうすぐそこよ。こんにちは。お？メインコントロールセンター。カバーズ！うわあ。片付いたわ。大丈夫、平気よ。バカだね、あんたを乗っ取ったんだよ、ポンコツ。見ろよ、フラウエンゲルの番組がまだやってるぞ。Ha ha ha!
それではまだまだお話を聞きます。この後ディケーパーも登場。私はここにいていい。この先のことに私はもう関われないわ。いいわシグ、よくやってくれた。他のみんな、革命を起こす準備はできてる？